漢方チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。西漢方薬店ではオンライン漢方相談を行っております。肩こりの漢方薬、今3週間飲んでいただいております。その漢方相談のご様子をご覧ください。では行きましょう。あ、もしもし。あ、こんばんは。はい、はい、今大丈夫ですか？はい、はい、待ちます。あ、スタンド変え、スタンドがあるんですね。あ、そうですか。あ、すごく、あ、いいですね。うんうん。あ、映ってますよ。映ってます。はい。じゃ、3ヶ月、あ、3週間ですね。3週間なりましたけど、肩こりどんなですか？だいぶいいですか？うん。うんうん。はいはい。ガッチンガッチンだったけど、だいぶいいですか？あー、腰はどうですか？腰。腰もだいぶいいですか？はい。曲げても座ってもそんなないですか？あー、本当ですか？その、この間の温泉で、マッサージチェアに当たったの、あのぎっくりっぽいのも、もうないですか？取れてます。ああ、そうですか。いやいやいや、ちゃんとね、飲んで、ああ、しゃがむのが怖いですよね。びくってなると。そうですか。まあね、しっかり飲んでいただいてるからですね。ああ、いえいえ。じゃあ、最初が10割ぐらいの痛さだったとしたら、今何割ぐらいですかね？ 1、2、2、2ぐらいですか？ああ、随分違います。おお、そうですか。わかりました。うん、うん。最初がね、マイナス1って、数字では、ね、マイナス1ぐらいってなったけど、今ちょっと、見てみますね。どのくらいか。あ、それでいいですよ。はい。あ、いやいや、大丈夫です、大丈夫です。あ、映ってます。今ですね、今10段階で言えば、10段階で言えば、今7ぐらいに上がってますよ。上がいいです。10に近づくほどいいです。今7。7割いいですよ。はい。だいたい、4週間ぐらいで、なんか、効果が出るって、最初の時に言ってたと思うんですけど、今3週間なので、あと1週間飲んでもらったら、またさらにいいと思います。はい。で、まだ多分あと1週間か2週間分ぐらいあると思います。あ、そうです、そうです。あります？はい。それを、はい、引き続き飲んでいただいたらと思います。はい。はーい。うん。しっかり飲んでいただいてありがとうございます。はい。それでは、いえいえ。じゃあ、引き続き、はい、お願いします。はーい。失礼いたします。はい、失礼いたします。はーい。